ゃれ。よろしくお願いします。いい香りする、はい、じゃあいただきましょう。数ヶ月越しの鉄板焼き
もこの13席しかないので、こう宿泊者がこう400名とかいても、この13名で前半後半で合計26名なので、しかも本当に食べれないので。そうか、2回転だけなんですね。はい、そうなんです。それはそれはですね、そうなんですね。本当にお客様によってはこう鉄板焼きのお席が取れる日に宿泊される。やっぱりですよね、みんなそんなすげえわかります。焼いてきましたけど、セモリナ粉というパスタの原料になる小麦粉ですね。粒子の粗い小麦粉をつけて焼いてきた。ソースはポン酢のソース、あと、もみじおろしと九条ネギですね、詰めております。お付けになってお召し上がりください。4軒線ある、あのホテルになりますね。一番上ですね。箱根のところにも入っちゃうけど、あそこの部屋のはあれ温泉じゃないか。そうですね。そうですね。ここだよね。はい、湯河原が一番このお部屋についてるお風呂で温泉がついてるお部屋の数が多い。めっちゃ良かったです。わお、すごいよ。露天風呂でも景色は箱根には負けちゃいますけど、温泉の質はもう湯河原最強です、ね。湯河原の温泉って俺あんまし入ったことない、箱根はしょっちゅうだけどじっくり楽しませてもらおう今が湯河原一番いい時期なんで、しかも今日ちょうどいいですよね、寒くもなくて。そうなんですよ、今日だけですか。結構寒いですか。寒いですね、まあ、でも東京に比べてだいたい2度ぐらい暖かい地域になります。伊豆とか暖かいもんね。そうですね、伊豆、熱海。なので柑橘すごい盛んですね。あ、そうかそうか。農家の9割かみかん農家さん、それぐらい、ありがとうございます。すごい、わお。その部分はクリームチーズと最強味噌でグラタン仕立て、あとおソースはバジルのおソースですね。添えておりますのはオリーブのお塩と熱海で取れましたものやってます。すごいね。しかも建造とかも置いてるんですね。現像の朝露、なかなか俺、手出ないですからすごい、いただきます
来てたのね。いい虫だぜ。自分の方に向けて食べた。しかも超贅沢でした。味噌と絡めていただけばいいんじゃないですか。ありがとうございます。味噌とチーズ贅沢すぎる。それと今日オスとメスいますので、うん、食べ比べていただいて。いいね。開けてみないとオスかメスかわかんない。なのでラッキー。いいね。素材だった。お願いします。三ツ矢限定だ。
全てオーダーメイドですよね、はい、すごいわ。エキシブホテルそれぞれにコンセプトがありまして、うん、うちはまあリンパモダンというコンセプトですね。モダン、はい、うん、風神雷神の屏風なんかがまあ代表的なリンパなものなんですけど、ああいったリンパモダンをコンセプトにお皿の作家さんにお頼んでくださったものです。すごいですね、そのこだわりたるやつ。すごい。しかもあなたはどうかしらないよ。僕あの舞茸大好物さん。むしろ山に取りに行くやん。舞茸だ。今自生の舞茸なんて本当に貴重ですから。あんな立派なもんじゃないですけどね。そうです。パシャッとしたやつね。いいね。炭酸飲むね。すごい。写真お願いしますね。すごい綺麗。おお。これ。見えないね。ちゃサラダ。あ、貝割れと、貝割れとあ、入ってないの。だけど俺目見えないやん。ちょっと大根か。スプラウト野菜ですね。こう新芽の部分です。ブロッコリーの新芽です。うん。また？だから、皿元とかくれたりしょ。なんかほら食べるの下の段に移してさ、さつまいもとかは美味しい。あとそれもいいじゃん。いただきます、はい、
アサイダー。チビチビやります、
とうございます。いくら全部食べちゃうから、じゃあ僕がやる。トマトあえて熱々焼けぼっくり、いや美味しいよ、うん、熱入れると酸味ってこんなのなんかすごいことなんですよ。旨味がねやっぱ強くなりますね、うん、これ冷めたら絶対もったいない、トマトやばい、いただきます。したのこれ。
お薬味は本わさびと黒胡椒、赤ワイン塩とニンニクチップですね。ニンニクチップと、ああニンニクチップです。ニンニクチップ今乗せます。今ない。至近距離。全然いい割があるね。ただ俺が言えるのは、最近俺らみたいな若者の方が胃が弱い。年配の方が強い。よう食べますよ。見習わないといかん。
カブのおかず。味噌がめちゃくちゃ優しいですね。私も夕方に削りたての鰹節を。優しいよ。食べる速さやつ。美味しかった。いただきます。飲まないから早いけど。飲みながらじゃないか。いいね。焦げ感がいい。